着いたします。新幹線まもなく東京駅です。今日は東京駅の近くで就職の合同説明会がありますので、そちらに向かってます。普段だったら荷物もあるので車で向かうんですけれども、今回は分け合って電車を使っています。この後駅に到着したら一緒に参加する小原さんとお昼ご飯を食べながら作戦会議を開きたいと思います。そうなんですよ。なるほど。はい、今日は打ち合わせをしながらランチです。東京駅でランチをしてこの後、合同説明会に参加するということで、ね、映った方がいいじゃないですか。打ち合わせ中です。はい、いただきます。なんだかんだやってんじゃん。やってんじゃん。いや、出ちゃったな。昨日もそんな話してたんだけど、公設で10年後、20年後、うん、介護で入ったのに、うん、もしかしたらだって自分が入った時なんかこんな動画撮ってるのか考えもしなかったけどさ、宇宙事業に手出してるかもしれないよ、みんな。まさかの、まさかの。だからね、どんどん夢を持ってやるのはいいことですよ。ですね、10年後10年後20年後、10年後。はい、改めましてサンライズ TV です。よろしくお願いします。会場だからね、声は小声気味でね、晴れないですね。今日は合同説明会ということでね、頑張ってまいりたいと思います。小原さんに来ていただきました。お願いします。ご飯食べてお腹いっぱい、やる気いっぱいですね、はい、そうですね。ぜひいい学生さんとたくさん会いたいですね。そうですね、はい、今日の目標は、目標ですか、いかに興味を引けるかですよね。そうですね。頑張りましょう。ここは22階ですね、っていうのね。東京って感じだね。いつもお世話になってます、三笹会さんです。 ありがとうございます。山川です。あ、違う、自己紹介しちゃった。一緒に頑張りましょう。お願いしま す。盛り上げましょう。よろしくお願いします。あの、いいですよね、このあのなんか生と同みたいなペアが。そうです。これが好評を博しております。やっぱりね、それが強みですよね。そうなんです。本当に学生さんからこの前、あんな冷めた目で大丈夫なんですかって言われて怒られないんですかって心配されてそれがね、良さですもんね。意図的ですもんね。さすがですね。盛り上げます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。お待ちしてます。何を大事にしてその就活するかにもよると思うんですけど、自分の目で見て多分その間違えてないんだろうなっていう確信のもと決めれば、間違ってるなって思ったことはないくなると思います、ギャップとかも。私もなんて言うんだろう、就活する上で一番大事にしてたのが、どうせ働くならその自分自身も楽しんで働ける現場がいいなって思って、それだけを考えて就活してたんで、でそれでここなら私も信じてじゃないですけど、やっていいなっていう確信があったので。信じるって大事だからね。でも間違ってないなと思ってますよ、私は自分で。ただいま4時50分ですね。お疲れ様でした。今日の成果いかがでしたでしょうか。結構来てくれましたよね。来てくれましたね。皆さん真剣にね、聞いていただきました。さすが小原さん。絶対関係ないですよ。そんなことないですよ。さすがですね。なんだっけ、今日は朝言ってた目標。え、なんか言ってました。言ってたよ。もう疲れすぎて
なんだっけ、なんか言ってました、目標ですか、いかに興味を引けるかですよね。小原さん今日目標がね、いかに興味を引けるかって言ってましたけど、はい、言ってましたね、はい、どうでした、引けたんじゃないですか、どうですか。いや、引いてましたよ、すごく興味津々でみんな聞いてくれてたからね、目が輝いてましたね、うん、やっぱ小原さんの言葉には力がちゃんとありますからね、裏打ちされた実績とね、やめてください、さすがですね、やめてください、もう疲れてるんでしょ、ね、頭がね、頭回らないですよね。ハンバーグ食べましょう、またね。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です、盛り上がりましたね。やっぱ疲れ知らずですね。え、本当ですか。いや、まだまだ行きますよ。今ね、撮影中なんです。ちょっと困ります。採用、あのうちの担当してくれてる、あ、そうなんです、ね、あ、小原です。何書こうかな、メッセージですか、メッセージ、学生さん2人で申しましょう。じゃあ、あれにしよう、暮らす人も働く人もずっと楽しく生きようにしよう。そうですね。おお、あれ書けばいいじゃん、笑顔。いじってますよね。かわいい。いじられてる。いじられてる。引き抜かないでくださいね。かわいい、もう楽しいよ。いっぱいニコちゃんかけるよ。いっぱいニコちゃんかける。ミサ坂井さん行くといっぱいかける。いっぱいニコちゃんかける。どういう引き抜き、私もちょっとどういう引き抜きだと思って。またね。大事大事。釣りたがりみんな。こちらがうちのキャリタス福祉のキャラクターです。大福店幸子、就活成就間違いなしということでですね。はい、お隣のナイちゃんとレイちゃんですね、ウサギも可愛いという形になっています。もう学生さんにとって大福であり内定であり七福神の8番目のキャラクター、もう幸福間違いなし。